プロテインに含まれている甘味料、添加物が気になります。そちらは山岸が気になっていますか？人工甘味料だね。俺はね、実は結構気にしている。ここ数年、やっぱり人工甘味料を取っているとなんかお腹が張るような感じがする。結構それ他の選手も言ってる人が多いので、なるべく、コンテスト前、俺はね。ただ普段はそんなに大量には取らないけど、昔はもうダイエットソーダガバガバ飲んでたけれども、人工甘味料はあまり取らない。ただプロテインではね、入ってるから取るけれども、気になる人は人工甘味料の入っていないナチュラルな、プロテインサプリメント、プロテイン他のサプリメントもあるので、そういうのを使ってみたいんじゃないかな。